朝倉に来るの、朝倉に来るの、朝倉に来るの。皆様ごきげんよう。あ、そうそうそう、そうだ、それで思い出したんだけどさ、ちょっと俺事務所みたいなことやろうと思ってまして、みずきちゃんで成功したんで、日の目浴びてない才能のある人結構いると思うんですよね、多分女性が合ってるんですよ、男性視聴者が 90% なんで俺たちのチャンネル、そういうこうなんか夢を叶えてあげたりとか、たくさんの人に知ってもらって、まあ、モデルさんだったりとか、まあ、いろいろそういう目指してる人、プロデュースしていきたいなっていうのがありまして、で、まあ、それを実際にまあ来月とかから始めようかなと思ってて、でそこで女性マネージャー、女性なんでみんなマネージャーさんも女性がいいかなと思って、マネージャーの方を募集したいと思いますね、概要欄から。え、みずきちゃんのマネージャー全体の、じゃ今後も増えてくるかもしれんからだよね、そのマネージャーの方を雇用したいと思ってます。何人かね、はい、経験者がいいんですよ、マネージャー。経験者どうなんだろうね、経験者ではないでしょ、関係ないと思うよ。ただなんか東京に住めることと連絡がまめな人の方がいいんじゃないかな。一日オーディションとかもやっていく、オーディションはやっていくつもりないんだけど、なんか地方とかに出向いて、あなたにとって一番可愛い人誰ですかみたいな、なんかそういうので、ね、一番可愛い声たどり着いたら人伝いで聞いてると、そうそうそう、新しいの喧嘩自慢みたいな感じで、はいはいはい、したら多分エグい人でなんかポテンシャルの子いるんじゃないかなと思って。それいいね、福岡とかさ行ったらおりそうじゃない。あ、絶対いるやん、そんな実習生じゃなくてね、なんかすごいさ、長くはなるかもしれんけどさ、たどり着けそうし、男性視聴者からしても面白いと思うし、見てて。そうだね、めっちゃ可愛いみたいな。どんな子が来るんだってね。で、なんかその最初は全然無名だったのに、その子がだんだん成長していく過程とかを皆さん視聴者の方が見てもらってさ、応援してもらって、なんかめっちゃ面白いなと思って。そうだね。皆様ごきげんよう。はい、今日なんですけど、はい、海外でね、結構流行ったやつで、ウーバーってまあタクシー来た時に、そのタクシーがめっちゃ高級車だったらみたいな、はいはい、ドッキリあったと思うんですけど、今日はタクシーじゃなくて、普通にタクシーに乗ろうとしてる人を高級車で送り届けてみようっていう、そういうドッキリやっていこうかなと思います。外企画ですね。外企画です。もう一度待てない、タクシー、この金髪のお姉さん。あ、待ってる、あ、ぽいね、ぽいね、行ってみる、女性よ、この人行ってみるか。めちゃめちゃ怖がってない、めっちゃ怖がってるめちゃめちゃ怖がってる。声かけてみて。すいません、タクシー待ってますか。タクシー待ってますか。はい、あ、待ってます。あ、乗ってもらえますか。じゃあちょっとあの企画説明言ってもいいですか。言ってもいいですか。企画やってました、 YouTube の。はい、あ、どうぞ企画説明して。あ、無料でタクシーで送るんで。あー、なるほど。え、 YouTube 出れるんだったら。マジですか。すごいすごいすごい。全然いいです、全然いいです。行きましょう行きましょう行きましょう。じゃあ行ってらっしゃい。よし、行きますか。じゃあお願いします。なんかスタイルみたいして。あの、一応芸能関係の仕事はやってたです。やってたですね。はい、今日企画やってて、はい、無料で高級車で送り届けるってなったら、はいはいはい、乗るのかみたいな。あー、あ、そうなんですね。でも前撮りでも女性はまず無理だろうなみたいな。あー、まあまあ警戒しますもんね。そしたらまさかの美人さんが。わかんないです、あの普通の人は警戒するかもしれない。え、今は何の仕事してるんでしたっけ。今は仕事してるっていうか、まあちょっと4月に事務所に入ってたんですけど、ちょっとそこを辞めることになって。辞めるんですか。辞めました。ちょっといろいろあって。え、仕事じゃ今しないと。仕事してないです。どうやって生活してるんですか。アルバイトはしてたんですけど。めっちゃ最近ってこと、この事故にあったんでしょ。あ、そうです。あ、そういうこと。まあ自分でちょっと行動しようと思ってたから。あ、何しようかまだ決まってないみたいな。前のなんか事務所の貯金でやりくりしてるみたいな感じですかね。そうですね。でもまあやりたいことはあるんで、デザイン。あ、デザインの仕事。あとは最初はモデルの仕事とかもやりつつ。かっこいいね。でもなんかパパ活とかに行かないようにしたいよね。その辺にでも行かないのかっこいいね。そうね。
か多分性格上向いてないです女性との絡みがマジでないから僕らのチャンネル。そうですね、すげえ新鮮かも。この今の絵が22歳の美少女と、美少女っていうの少女、少女で、ね、マスク取ってもらいたいですか一回マスク、大丈夫ですか。顔がめっちゃ気になるけど、後ろもちょっと危ないから。わーめちゃめちゃ美人ですね、マジえ、マジの美人じゃん。 YouTuber になったらいいんじゃない、そのキャラクターで。あー YouTuber だったら売れそうな気するけど普通に、この顔で、この顔でこのスタイルでしょ。彼氏いなくて、いや YouTube 俺がプロデュースしましょうか。YouTuber だって YouTuber だったらある程度その別に芸能界みたいな感じじゃなくて自分で考えてやるから、はい、普通になんかそのままでいいから、はい、まあでも炎上とかするかもしれんけどどんな性格なのか知らないけど常識人な感じしますけど今とか話してて。でもなんか YouTube って変わり者のが伸びるんで普通に人気出そうだけど。 YouTube かまっすぐですか。ここまっすぐです。モデルさんとかやってるんだったら僕のブランドのモデルとかあってモデルさんやってもらってもいいかもしれないですか。めちゃくちゃやりたい。知ってますか。ダーブに。あ、知ってます、知ってます。レディース近いに言おうと思ってるから。やりたいです。やりますか。こんな簡単に。簡単っていうか簡単というか。でもなんかこんなノリでいいんですか。普通に僕のデザインだったらそのデザイナーさんたちいるから勉強しながらなんかモデルもやるみたいなのめっちゃいいかもしれないです。それマジで実現したら。実現したらっていうか、やる気があればいいっすよマジで。え、ほんと俺が社長なんで。てか逆に YouTube とかも始めてもらいたいしプロデュースしたいの。YouTube とかありですかそれめちゃくちゃやりたいです。やりますでしょ。はい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 。俺たちのことめちゃめちゃ知ってる人だった。あ、そうなんですか。で、はい、とんでもないこと決めました。なんすか。またアブニルのモデルにすることにしました。We'll be right back.